なの、そっちからじゃないといけないの。いけるでしょうよ。絶対ここ通らんでも。ふざけんなよ、出てきたやないか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで今回はクエスト2つ目、桜本町の妖精さんを受けていこう。これか。桜本町のあちこちのお店でお菓子が盗まれる事件が起きてるらしいんだ。なんだか妖精さんのせいって噂になってるみたいだな。まずは被害に遭った商店街のコンビニで聞き込みをしよう。はい、これを調査します。桜本町の妖精さん調査開始、クエストを進めてみよう。はい、桜本町の妖精さんって可愛い怪奇案件だね。妖精さんってどんな感じなのかな。ちょっと探すのが楽しくなってきちゃう。女の子たちはすごくのんきな。すごくのんきで可愛い。書き込んだ店員に話を聞こう。あ、店員さんが書いたんや。なるほどなるほど。ここの、あ、コンビニやね。あー、危ない。なんか入り口すごい広い。いらっしゃいませ。あ、店員さん。いらっしゃいませ。どうも。え、桜本町の妖精さん？ああ、確かに私が書き込みましたよ。君たちが噂の妖怪探偵団ですね。ちょっと聞いてくださいよ。最近この辺りのお店で甘いものばっかり盗まれるんです。うちのお店も被害に遭ったんですよ。この前の夜だったんですけど、誰もいないところから声が聞こえてきて、何かなって思って棚の方に様子を見に行ったら、お菓子がいくつかなくなったんです。私の大好きなもちもち桜あん大福なんて、一つ残らずなくなっちゃったんですよ。そんなにいっぱい取っていくんや。てかすごいな、なんか商品めっちゃ細かいね。ほら絶対あれスーパーカップやんみたいなやつとか。なんかいろいろめっちゃある。かわいいな、ミニチュアみたいで。でも防犯カメラにも誰も映ってないから不気味で、他のバイトの子たちも怖がっちゃって。この辺りだとパン屋さんと駄菓子屋さんも被害に遭ったって言ってましたね。一体誰の声だったんでしょう。それは妖怪だね。誰もいないところから声が聞こえてくるか。とりあえず他の店にも話を聞いてみようぜ。パン屋さんと駄菓子屋さんに向かってみよう。ありがとうございました。よし、行きますか。とりあえずどこ。あ、この辺りって言ったら全然商店街じゃないんや。商店街内の話かと思ってたよ、私は。どこすか、どこすか。あ、辰巳川端北に。あ、北じゃないね。それは別のやつか。いや、辰巳川端北で合ってるのか。パン屋さんと駄菓子屋さん。あ、2箇所マークが出た。ってことは、あれがパン屋さんと駄菓子屋さんのマークと。あれ？ナビワン？なんなの？そっちからじゃないといけないの？いけるでしょうよ。絶対ここ通らんでも。ふざけんなよ、出てきたやないか。なんだ君は。あ、駄菓子屋さん。いらっしゃい。何か欲しいものあるかい？おや。お菓子が盗まれていないかって？あら、夜スマートの子から聞いたのね。そうなのよね。お店を閉めて次の日に棚を見るとお菓子がいくつかなくなってて、夜になると店先で声が聞こえてくるんだけど、様子を見に行っても誰もいないのよ。このところ毎晩のように来ているから、ちょっと話しかけてみたんだけど、ダメね。本当に不思議ね。一体誰が持って行ってるのかしら。めっちゃ朗らかに笑うやん。さ、次はパン屋さんか。パン屋さんはまた別のエリアですね。桜木ヒルズや、桜木ヒルズ。でも毎日来よるんやったらさ、張り込んどったらあれじゃないの、妖怪来るんじゃないの。そんなことないの。どこ。こっちではない、霞台ではない。あ、ここか。モチフアベーカリー、ここや。どうも。いらっしゃいませ。焼きたてのクリームパンはいかがですか。え、パンが盗まれた話ですか。
ああ、よろずマートの子から聞いたんですね。夜になってお店の片付けをしていたら話し声が聞こえてきて、でも様子を見に行っても誰もいなくて、代わりにアンパンが全部なくなったんです。味見しようと思って取っておいた分まで。まあそれだけ私の焼いたパンが美味しかったってことですよね。まへん、何回かそういうことがあったんですけど、最近は盗まれなくなりましたね。うちのパンが盗まれなくなってからは駄菓子屋さんが大変みたいです。妖精さんにも困ったものですね。あ、最近噂になってる妖怪探偵団ってあなたたちのことだったんですね。それじゃあ妖精さんのことも調べてもらえたら助かります。もちろん。どうやら犯人は夜になると現れてお菓子を盗んでいくみたいだな。パン屋さんには最近気をらんって言ったね。しかも声だけは聞こえてくるのにそこには誰もいないか。まあ妖怪だろうね。もしかしたらお菓子を横取りされた子供の幽霊とか、お菓子を丸飲みしていく怪物とかが犯人かもな。いやいやいや、変でしょ。これ絶対妖怪の仕業だよ。駄菓子屋のおばあさん、最近夜になると話し声が聞こえるって言ってたね。話し声ってことは、一人じゃなくて何人かおるってことなの。ダメだ、ジー。お菓子なくなるとババア困る。ジータン、犯人捕まえる。とぉ怒ってる。そうだな。ジュニアは駄菓子屋のおばあさんと仲良したもんな。よし。18時を過ぎて駄菓子屋が閉まったらもう一度行ってみようぜ。ってことはとりあえずここで休んでいこうか。あれ、あやめちゃん全然傘さしてないけど大丈夫？びっしょ濡れじゃない？とりあえず18時。さあこれで駄菓子屋へ向かおう。全然乗った意味なかった。速攻で降ろされた。あ、やっぱり一人じゃない。なんかちっちゃくね？めっちゃちっちゃい。3人おる。あのモヤモヤなんだろう。この赤いのうまそうだな。そうだ、うまそうだ。食べちゃおうぜ。どうやら犯人で間違いなそうだな。おい、そこの妖怪、お菓子を盗んだのお前らだな。見つかったぞ。見つかっちゃったのか。逃げるぞ。おお、目がいっぱいあった。なんかほら、みんな追いかけるぞ。ゴーゴー。何か思うところが。よーし、追い詰めたぞ。覚悟しろ妖怪、なんかおるけど。ちょっと待って、アキノリ、なんか様子が変だ。襲われてる。うわー、何あれ、魚。おい、あれマグロ丼じゃないか。そうみたいだけど、なんか様子がおかしくない？よし、マグロ丼行くよ。とにかくマグロ丼落ち着かせよう。黒い矢かなんかで暴れるってこと？でももう袋おらんのにね。袋自体を操りよった黒いモヤモヤのやつかな。バトルスタート。マグロ丼さんどうしちゃったんだろう。あの黒いモヤモヤ絶対普通じゃないよ。気をつけて、いつものマグロ丼じゃなそうだ。いつものマグロ丼がちょっとよくわからんけど、とりあえず全力で頑張るしかね。もうちょっとでいけそう。メラメライン、お、必殺ゲージマックスやん。じゃあマック形態いくわ。みんな変化アタック。いいぞいいぞみんな。ただ変化した時代で終わった。イエイ、よし。あっという間だったね。安っ。大丈夫かマグロ丼。なんとか収まったみたいだね。ああ、すまねえ。すまねえな。外に出たところまでは記憶があるんだが、なんだかよく覚えてないんだよ。シャドウサイドになったらあんな感じなんや、マグロ大将。まあ、何にしても助かったぜ、お前さんたち。元に戻ったみたいでよかったよ。で、あの子たちは、あ、いなくなった。さてと、もう一つの問題は。
バレちゃったならしょうがないな。オグ、トグ、モグ、オグ、トグ、モグ、カイマ。オグたち、まさかこんなところにいるなんて。なになに、知り合い？もしかしてトーマ知ってるの？前にトーマがオグがした時に命を助けてくれた妖怪なの。え、いいやつやん。トーマたちも結構普通じゃない経験してるよね。オグたち、どうしてお菓子を盗んでいたの？俺たちお菓子もらった。そうだ、そこの人間にもらった。もらったぜ。あやめさんに。あれ、そういえば前にじっとチョコを見つめてる子がいたからあげたことがあったかも。そっか、あやめさんは妖怪が見えるから。うまかった。だからもっと食べたい。だからって勝手にお店のものを取ったらダメだよ。お菓子が欲しいなら僕があげるから。本当かトーマ。さすがトーマだ。俺たちからだ。トーマいいやつだな。これ俺たちからトーマにやる。もらっていいの？ありがとう、大事に使うね。何？鬼の爪を手に入れた武器？俺たちトーマのそばにいるからな。いつでも呼んでいいぞ。あ、友達妖怪になった。てか前に助けてもらった時には友達にならんかったんや。オグ、トグ、モグが友達妖怪になった。かわいい。オグ、トグ、モグの妖怪役を大切にしまい込んだ。3匹で1つか。オグ、トグ、モグ、ありがとう。まあ一件落着。桜本町の妖精さん、バッチリ解決。またあいつ来るんかな、姫って言いながら。周りから見たら超痛い人やけどね。またね。ちゃんと一回一回帰るようやね、自分の時代に。あやめさん、おやすみなさい。まあバクに手伝ってもらってないけん、そういう感じか。また明日。こんな毎日が続くなんて幸せだな。お、嬉しそうですね、姫。なんでこういうさ、こう、人がいっぱいおるときに桜を出すかな。ですが、あなたにはこちらの世界の方がずっとお似合いのはずですよ。この鬼桜の輝き、やはりこの方が姫なのでしょうか。わかるよ。いい加減にして、姫って何なんですか？こんなことで付きまとわれるの迷惑です。申し訳ありませんが、こちらにもそういうわけにはいかないのです。何するつもりなの？ええ。手荒な真似をお許しください。しかしこれも姫の覚醒のため。そんな。なに。そんな程度の術で私を目覚めさせるつもり？これは。この力は。怖いよー。ねえ。しもべ風情がいい気にならないで。私を誰だと思ってるの？ついにお目覚めになった。あなたこそ我らが鬼族の姫。利用しようとしよる。絶対鬼族じゃないやろ。あれ、普通におるんやけど。あやめ、あ、それじゃ今日も一日頑張るぞ。おお、なんか元気がない。ごめんね、なんだか昨日の疲れが取れてないみたいで。ちゃんとバクさんに眠らせてもらったんだけどな。どうしちゃったんだろう。大丈夫、あやめさん。うん、バクおるんや、家に。これくらいなら平気。体を動かしているうちに目も覚めてくるよ。あやめさん、辛くなったらいつでも休んでいいからね。それじゃあ気を取り直して出発。おー、ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あやめの正体がめちゃくちゃ気になるね。でも正体表さんといてほしいというのも思う。猫かぶっとるこの状態がめちゃくちゃ可愛いけん。